楽天証券経済研究所グローバルマクロアドバイザーの田中大輔です。田中大輔のマネーは語る。アメリカの株式市場はつい先週までもう暴落かという恐怖に襲われていたわけですけれども、週明けてみると連投、まあ、ロケットリスタートというような凄まじい上昇を2日間見せました。ここを確認したところでのお話です。テーマは米株式急落急反発から見えた新軌道ということです。この間オミクロン変異株、そしてパウエル FRB 議長の高発言ということでマーケットは2度のショックを受けて急落しました。そしてそこからにわかに反発という展開になっています。この2つのショック、それから急落急反発、この動き、そこから延長してこの先の相場展開、新たに気をつけるところは何か、まあ、そういうことを今回考えます。なお、この動画は楽天証券の投資情報メディア投資ルにて展開をしております。気に入ってくださった方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お話しすることはまず第1番目、目先ですけれども、オミクロン、そして FOMC へ受けて、どうやら相場の悪抜けができそう。まあ、それによって年末高も期待できる形状になってきたということです。とりあえずテクニカルな危機は脱したようだということですね。そして、2番目。数ヶ月スパンで見ると、一時的インフレと言われているものが果たしてどうなのかということの不確実性がまだまだ続きます。株式市場は金利、あるいは FRB 政策について確たる見通しというものを持てない段階になりますので、この間相場の方も揺れ動きやすいだろうというふうに思われます。そして1年から2年ですけれども、いよいよアメリカの株式市場は利上げ過程の中を進んでいくということになりますので、その影響がどのように現れるかということを考えるということですね。まあ、今回の上下動、この流れの中でも FRB のスタンスがいち早く変わってきたということで、いろいろ軌道にとって重要なポイントというものが浮かび上がってきます。まず今回の急落過程を振り返っておきたいと思います。これはロウソク足一本一本が1時間刻みで20日間描いてるんですね。で、このチャートの前の段階で10月半ばから丸々1ヶ月、4週間の高速ラリーがありました。そして、それが1ヶ月目から調整に入って、まあ見ての通りちょっと時間調整もたついてるんですね。それでも下値では買おうという力は出るんですけれども、なかなか上を抜けきれないと言って、および自律調整も起こって、でも、この感謝祭の前には、やっぱり休日明けには上に行くんじゃないかっていう買いがじわじわと出てきて、そして感謝祭明けの11月26日、オミクロン株登場ということで、ここでストンと落ちました。まあ、この時いろいろ巡り合わせの悪いところがあります。やっぱり高速ラリーの後で、含み益を持っている人たちがいる。その人たちがこの持ち合い相場の中でちょっとじれていると。じれているところでこのショックが来たので、やっぱりもうここで利益確定、もしくは損切りするという人たちも出てくるっていう、こういう下げ方になっているんですね。それからアメリカの外を見ますと、日本は MSCI、世界の機関投資家が採用しているインデックスですけれども、それの組み替えで日本株が大きく減らされると、そんなことでこの11月末にかけて2000億円ぐらい、日本市場から資金が出ていくんじゃないかっていうことを言われてたんですね。まあそんな時にこういう材料が出ますと、まあこのタイミングにも売っておくかという人たちも出てきますので、この日アメリカ市場が開く前にもう日本市場が大急落しているという展開にもなりました。それから何よりもヨーロッパです。ヨーロッパはこれまで旧来型のコロナによって感染爆発が起きているという最中だったので、感染力が高そうというこのオミクロン株の登場にものすごい恐怖感を抱いて、それが株式市場に如実に現れたという、こういう展開だったんですね。ただこの時点で下がりはしたんですけれども、相対的にアメリカ株の下落率は小さくて、翌日にはここを買い場とする買い手も出てくるっていう、こういう展開だったんですが、
それが今度11月30日ですけども、パウエル氏の高波発言、ペーパーを数ヶ月早く完了させると。こういう検討するんだっていう、それをまあ公言したわけです。すでに12月半ばの FOMC でこれを話し合うということについては、いろんな幹部がもう言ってたことなので、パウエル氏はそれをまあ確認したということですね。これまでもまあそういうふうに一歩緩和解除進みますよっていう時には事前にそれを織り込ませるということをやってきましたので、まあ、パウエル氏としては正論といえば正論。それからいよいよ一時的と言ってたインフレとどう向かい合うかというステージまで来ているので、その点ではそのことも表明したということになるわけです。ですから本当に正論といえば正論なんですけれども、株式投資家にとってみると、このオミクロンでぐらついて、一体これ今回のラリーどのぐらい影響を受けるんだろうってやきもきしている最中ですね。含み損が出かかっていて怖がっている人と、それからここで買ってきたような買いたかったけどまだまだ買い切れてないという人の押し目買い以降とっていうのがこうせめぎ合って、まあ、そこをこのパウエル発言で叩かれたと、まあ、多くの株式投資家さんはなんでよりによってこんな時に言うんだっていうふうに思ったと思います。で、案の定ここでまあ相場落ちてしまった。でもここでもやっぱりまた買い手が出てくるんですね。その点では、でも押し目買いの人たちも本当に多いんだということを日々見て、まあ一日の中で下がって上がってっていうのをこれだけ繰り返しますから、デイトレーダーもなかなかうまく立ち回れないっていう、こんな状況でもあったはずです。ところがここで、アメリカで一人二人感染者を確認されたと、オミクロンの感染者ついに出ましたっていう報道がありました。これも世界的に広がってる話なので、要はアメリカに出ないはずはないというものなんですけれども、その報道があったら怒涛のような売りになってしまったというこういう流れになっています。まあ、これはですね、もう相場が下がってきて不安でしょうがない、ビクビクしている、そんな時に物音一つでとにかく逃げ出してしまったっていうこんな感じですね。まあ、当時私申し上げてきたのは、こういう展開になると、これファンダメンタルズの話じゃないんですと。もう行動学的な相場の反応なんですっていうことで、この不安定なポジションがどういうふうに処理されるのか、相場の下落が止まって、そこから押し目買い勢力がどう出てくるのか。まあそういう行動学的なアプローチになりますということを申し上げてきました。まあこれだけビクついてる相場なので、まあこれ立ち直るのに少し手間取るかもしれないなと。思っていたところが、まあ、ここのところで急反発になる。まあ、雇用統計が出て、これ強いのか弱いのかよくわかんない。両サイドで見ることができる。でも、失業率の下がり方からすると、やっぱり FRB は12月の15日に、テーパリングの前倒し完了を公表するんじゃなかろうか。まあ、そんなところでもう一段下がっていったというのはこの場面なんですけれども、ここで週末を迎えて、で、ここで実は感染症の専門家が近々オミクロンについて、その性質を明らかにすると、まあ、公表すると、こういうふうなことが伝えられてきたわけです。で、もともと毒性が低いということについて、安堵できるところはあったんですけれども、これまで相場が下がってくるときにはそこを無視し、で、マーケットはもうそれどころじゃないという雰囲気だったんです。いざ週末で少し落ち着いて相場を見ることも考えることもできる。そんな中で専門家が発表するんだ。どんな内容なんだっていうと、多分毒性は低いということになるのかもしれない。感染症が感染力は高いけれども、でも毒性が低いってなると、まあかねて言われていた、いわゆるコロナのインフルエンザ化みたいな話で、むしろ脅威としてはピークアウトしていくんじゃないか。こういう期待感にもなるわけですね。それが週明け月曜日に出てきて跳ね上がった。このチャートでは紫の線が1週間移動平均ぐらいになります。40時間なんですけれども、これを超えてきて、どうやらここで相場がもたついたとしても、前よりも下値が切り上がってくれば、ちょっと心理的には落ち着いてくるのかな。その後 FOMC でテーパリングの前倒しを決めたとしたとしても、要は目先の材料としては出尽くし感、まあ、出揃い感というのがあるので、それによって悪抜きができて年末復調に向けて動けるのかなぐらいのつもりでいたんですけれども、
月曜日の次、火曜日には、またここで、ポンと跳ね上がって、まあ、まさに10月の半ばに9月からの調整を終えて相場が上がるとき、一気に跳ね上がりました。こういう場合には相当スピード速くなるんですよということを申し上げてきたと思うんですけれども、まあ、まさにそれをこう彷彿とさせるような展開になったと。こういう流れになっています。まあ、まさに心理的な動揺を伴いながらの展開で材料をきちっと織り込めなかったというところもありますけれども、オミクロン、パウエル、両ショックについて、少し冷静に垢抜きできるところまで来たようだというのが、この段階の評価です。まあ、その垢抜きの後ですね、どういうふうなことをチェックしていくのかということになります。この図は、コロナ禍でのアメリカ4指数の相場の推移を示しています。先ほど申し上げましたように、オミクロン株、確かに新たな脅威ということで、素性が分かるまでは安心はできません。ただ、現時点で伝えられている通りであれば、感染力は高いけれども、毒性は低いと、重篤化しにくいというようなことなので、その点で、もしそれが蔓延するんだったら、デルタ型が広がっているよりも、むしろ安心なのかもしれない。まあ、そんなこともちょっと構造させるところではあります。それから FOMC ですけれども、これはいよいよインフレと FRB が対峙する、インフレファイターとして頑張らなければならないっていう、こういう段階に入ってきているので、どっかしらで彼らはタカ派的なトーンというのを出してくるということは想定されてたわけです。まあ、この本当にこの短いオミクロンショックの間に、なぜそれを言うのかっていう思いはあったにしても、FOMC のこれから1年2年の戦いの中では、まあ、あり得べきことということにはなります。ですから、まあ、今回、その一段落として、一服として、その内容が確認できるということになると、短期的な年末高への復調、これがありそうというところまで来ているというイメージです。じゃあ、これで安心かっていうと、まず気にしなきゃいけないのは、テクニカルな動揺の余波ですね。やっぱりこういう上下動があると、これは記憶として残ります。ですから相場がある程度上がってきて勢いが鈍ってくると、そこで利益が出ている足回りの早い短期投資家なんかが、それ相応に利益確定よりも入れてくるというようなことを繰り返す可能性があります。ですから、1月2月に向けてそういう余波が残るんじゃないかっていうことをちょっと気にする必要があります。今回下がった相場についてちょっと補助的な線を入れますと、まずこの赤い線、これダウですけれども、ダウは10月からのラリーをほぼ全押し、全部吐き出す落ち方になったんですね。ですから、これ割り込んだら、ちょっと深刻かもしれないっていうギリギリ土俵にもう足がかかるところまで行ったという展開。なおかつここまで下がったということで、これ振り返っていくと、過去7、8ヶ月の間に作られたポジションの多くが、この水準感だと含み損になっている可能性がある。相場の戻りっていうのは、そういう含み損の処理っていう圧力が出てくるので、一応ここでは留意されたんです。ただダウの場合には、もともと景気バリュー系の保守的な銘柄が多い、まあ、そういう投資家が多いということもありますし、それから、この古い時期に作られたものっていうのは、だんだん新しい相場に対する感度というものが落ちてきます。そして、この9月のあたりの調整もあるので、この辺のポジションについて、ちょっと敏感な人たちのポジションがここで調整されている可能性もある。ですから、全押しになったけれども、果たしてどのぐらいの抵抗になるのかなっていうことを見てたら、今週1日2日でかなりの程度、そこを埋め合わせできるところまで来ているので、あまり大きな抵抗にはならなかった。で、この黄色い線、ラッセル2000について入れますと、こちらの方が長い時間、まあ、持ち合ってたし、上下動が大きかったと。まあ、その中で、今回、10月の相場を若干下回るところまで下がって、戻りかかるんだけども、こちらの方はもう少しもたもたする可能性があるかなっていうのは、この辺のポジション状況から伺われます。特に、このところ、相場は早い。その中で、それでも安全安心なものをっていうところもあって、安定的なビッグテックなんかが買われるっていう展開になっているので、大きなものが買われるときには、
どうしても中小型株のテーマ性というものは前面に出にくくなります。まあ、こういうことの影響を受けてるんだろうというふうに思われるんですね。でこれに対して、この緑、SP500 ですけれども、これは10月相場の半値押しぐらい。それからナスダック、グロス系ですけれども、これも半値押しぐらいと。ですからこれ一番底値に近いところでは、もしダウが底割れすれば、こういうグロース系もまだ半値しか押されてないので、全押しぐらいまで行くリスクっていうのはどのぐらいあるんだろう。まあ、こちらの方をむしろ注目して見ていました。でここをよく取れば、要はすべてですけれども、ほぼ10月からの相場の調整の範囲内に留まっている。ですから、とどまりさえすれば、これは10月以来の相場の上昇軌道をまだ崩さずに進めているっていう、こういう形にもなってきます。ですから今回、ものすごく早い相場が入って、リスタートしているということからしても、ちょっと期待するところはあるんですね。ただここでですね、ローテーションとちょっと考えておきたいんですけれども、本来、これから FRB が金融緩和解除、そして利上げに向かうということで、金利が上がりやすいステージに入っていくんですけれども、景気回復から景気加速のこの移行期に金利が上がる局面というのは、やっぱり金利上昇を嫌う銘柄が伸び悩む。まあ、今回の場合はグロース系ですね。そして景気バリュー系がしっかりするっていう、そういうローテーションが想定されるわけです。ただ、このローテーションを考えたときに、出だしのところで、上値のしこりが小さいグロース系がやっぱり先んじていくかもしれない。そして、景気バリュー系ですね。中小型なんかは、ちょっと上値のしこりのもたもたもあって、相対的にスタートダッシュはしたものの、伸びは弱いかもしれない。こういう展開になってくると、これは本来金利が上がって起こりべきローテーションが未完成のまま進むということになるので、今後のインフレの不確実性、FRB はそれによってどうスタンスを変えるのか、それから今冷静な債券市場はこのままいけるのか、まあこういうことによって株式市場がぐらつく、そういうバランスの悪さの源泉にもなっていくわけです。まあ、その辺が今回の値動きの中から伺われるということですね。だから向こう数ヶ月にわたって今申し上げたようなポイントをちょっと頭の中に入れておいていただくといいかなというふうに思う次第です。そしてさらに2022年から23年にかけてなんですけれども、まあ今回の展開の中で相場ぐらつきました。で一時的には暴落、急落もリスクとしては無視できないというところまで行きました。ただ、何度も申し上げている通りで、今は金融相場メインで来た。そして業績相場も重なっている。でも、この先は金融相場の色合いがどんどん後退していく中で、業績相場に軸足を移していくという場面です。ですから、金融相場だけで相場が終わるわけではないので、大きな意味での上昇軌道にまだあるんだということなんですね。これが景気サイクル。で、アメリカの株価、薄いグレーで描いてますけれども、景気悪い時に下がっても、景気悪いうちから金融相場で上がって、そして金融引き締めに転じていく時に一旦下がるけれども、その後業績相場に向かっていくと。この業績相場っていうのは、利上げはしてるけれども、株は高いという、こういう場面です。そして、今回の展開がちょっと違うので、それを入れておくと、今回、まあこれちょっとごちゃごちゃしてますけども、この点線のように相場状況いいところで突然コロナによって鶴火落としになって超ド級の金融緩和をしたからものすごい勢いで上がっていく。1波、2波、3波と上がって今第4波に入ろうとしているところでの調整が来たと。まあこういう展開になっているわけですね。で、この背後にはものすごい金融相場、このピンクの線ね、普通じゃない金融相場。普通だったらこのグレーの線のような金融相場ですけども、こういうものが起こっている。さらに、金融相場の後に来る業績相場ですけれども、業績もコロナ禍でものすごい企業群があって、これによって金融相場と業績相場がオーバーラップするように進んできた。でも、いずれ金融相場は終わってくるし、業績相場はまだ続くとは思われるけれども、あまりにも高く上がっているので、この移行期なんかはやっぱりそれなりにちょっと気をつけた方がいいっていう。こういう場面なんですね。2022年はまさにこの位置になります。そのことをですね、よくよく踏まえなければいけないということですね。
そして、利上げまで。これは、一時的インフレ。まあ、今後この言葉は使わないということで、パウエル氏も言いましたけれども、まあ、少なくとも一時的に高まっていると思われるものがどういうふうに収束していくのか。それによって、根っこのインフレにどのぐらい繋がっていくのかということをチェックしていくことになります。これを誰も織り込めない。みんながそれを観察していくしかないという状況になりますので、利上げ予想というものも変転しやすい。まあ、そして相場の方もその影響を受けやすいということになります。その後、利上げが始まると、まあ、この時点でインフレの先行きについて確実な見通しみたいなものが出来上がっているというふうには思いません。ただ、利上げ過程の株式というのは、そういう不安定な状況で当初は神経質になりやすい。まあ、思ったよりも金利が早く上がりそうなんていうと振り落とされたり、ってなことを折々見せるんじゃないかと思われますけれども、やがてインフレの見切りができて、どうやら一時的インフレと言われている部分についてはある程度収まってきた。根っこの部分のインフレもこのまま FRB がタカ派的な調整を進めれば比較的緩やかかもしれない。こんな流れになってきますと FRB としてもマーケットと対話しやすくなります。それによってマーケットが利上げペースを織り込めれば金利にいちいち反応して相場が下落するというようなことも起こりにくくなってくる。その点では、業績相場をしっかり追求できるという構図になってくるであろうと、こういう流れで見てるわけです。ですから結論としては、この大局観として見た場合に、株式の情報サイクルは継続しているということですね。でただ、超度級の金融相場と超度級の業績相場、このつなぎ目のところにおいては、2022年、多少上下動というものもあり得る。そして金利が上がるプロセスというのは、それはそれで当初の段階では株式のバリエーションの見立てを圧迫しますので、その分伸び悩む、もたつくっていうことが起こり得ると。まあ、そのせいで、この全体のパフォーマンスを見ると、超度級だった2020年よりも2021年は若干低くなりました。でもすごい相場が2年続いたんですけれども、2022年、決して悲観的ではないけれども、パフォーマンスとしてはさらに低くなるであろうと。いうことを見込んでいます。それでも上ということなので、長期投資の人はホールドでまだまだ様子を見ていっていいということになります。今回のようなショックで落ちたときに、その落ち方次第では長期投資といえども比較的コストの近いもの等で見直しをするのかということを考えると、一考するということが必要になりますけれども、大局としては長期投資はホールドである。こういうふうになります。それから、短期投資。まあ、これを2022年にもなって新規参入するんだという場合は、これはそれなりに短期投資として対応せざるを得ない部分があるかもしれない。まあ、そういう覚悟で最初から入るということになります。ですから、少なくとも中短期的に相場が結構揺れ動くという話をしましたけれども、揺れ動いた時の下値、底値付近で相場をどう参入していくのか。まあ、そこを見ていくという、まあ、その波動をうまく利用するっていうことが年間通したパフォーマンスにとっては重要になってくるということですね。まあ、この向こう数ヶ月、インフレが不確実であるということであるがゆえに相場が揺れ動くという話をしましたけれども、ここは不安定で先行き不透明で怖いと思うかもしれませんけれども、2022年というのはそういう波動自体がチャンスももたらしてるんだと。いう目で臨んでいくというのが私の見立てです。この動画を YouTube でご覧になっている皆さんへ、田中泰介のマネーは語るは、楽天証券の投資情報メディア、投資るにて展開をしております。私の動画、レポートも過去に遡って掲載をされておりますし、他の専門家の方々の分析も多数出ております。ぜひご覧になってみてください。そしてこの動画気に入ってくださった方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。